こんにちは、どうも吉岡です。これからミキプロジェクト、始まります。ミキ君ね、頑張ってます。1ヶ月に1回来るか来ないか、だけどもう超バリバリサンデーセールだけど少しずつ上手くなります。まだね1年経ってないんですね。もうちょっとで1年経つのかな。月に1回か2回来るぐらいなのかな。そこで、今回はねちょっと思考を変えて、常識的な一般の教え方で教えますっていうところなんです。普段ね、私の教える形と違うんですけど、これはもう30年、40年前からずっと変わらない教え方。俗に一般的にいる、こう、なんだ、教え方のスクールのコーチみたいな感じで教えます。じゃあ、アフレコでやるので、行きましょう。ミキ頑張れ頑張って頑張ってもっとっていう感じですね。腰落とせみたいなね。腰落とせって他に何も言わない。腰落とせ前を見ろみたいなね。全然そんなの関係ないですけどね。わあ、頑張れ頑張れ、腰落とせみたいなね。おタックだー、もっと待ってからーって感じ。本当はね、ブームがちょっと上がっちゃったんでね。だから前に落っこちです。あれ、ブーム上がるとね、前に落っこちるの。何やってんだ、腰が高いって。腰が高いしか言わない。腰が高い、ほら、あなた腰が高い、もっとぶるさがれみたいな。もっと引き込めね、引き込め、どうやって引き込むか言わない。引き込めって言うしか言わないみたいなね。おしおし、いいぞいいぞ、頑張ってるぞ、わー、腰が高いんだよみたいなね。なんで腰が高いのか、どうすれば腰が下がるのかって全然教えない。あ、おし、腰落ちた、いいぞいいぞ、もっと体を風上に倒せみたいなね、ことを言うわけです。面白いな、これ結構な。ほら、もっと腰落として、腰落として引き込め、何やってんだっていう感じね。でこれできたらね、俺が教えたおかげでできたなって絶対言うんですよ。俺のおかげだみたいな、何も言ってないだろうみたいなね。腰落とせとかね。そんなことしか言ってない。これビーチスタート。お、頑張れ頑張れ、おいぞ、あー、後ろ足引きつけんだっていうわけね。引きつけるんじゃなくて、基本的にブーム平行基準ができてないからね。ブーム面とか下がってるからボードが風上向いちゃうってだけなんですよ本当はね。でもね、そういうこと言わない。なんですよ。頑張って、ミキ君ちゃんと後で教えますからね。教えてますけどね。さあ、文明語技術できちゃうじゃないか。おし、おお、いいなこれね。今のビーチスタートか。だいぶねビーチスタートうまくつ。お、お、ハイカウント。おっと、もっともっとこう、ちょっと手幅、すごい広げてんな。お、すごいな。これジャイバ入るんだと思うんだ。お、お、プレイングした。ジャイバ入れ。よよ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 。お、スイッチスタンスかい。で、セル返そうとした。お、お、お、こんなことしたらね、一般的な教え方で怒られますよ。何足返さねえんだ、足返せば成功したのになってんだっていうことになるわけですよ。でもそんな常識なんて関係ない。あれでできちゃえばすごいことだからね。実言うと、スイッチスタンスもビフの時に、何回かもう練習してます。普段から結構練習してるんですよ。風がない時に、プレイングしない時に。だからもうね、こういう風に。もうすごい、お、手幅広げてんじゃん、すごいじゃん、みたいな。おー、カンプレ入った、おー、お、腰落とせみたいな。足返せって本当は言うわけね。いやー、でも頑張ってるな、すごいな。一般的な教え方じゃなくなってきちゃったな、だんだん。わー、何やってんだよ、ブーメンで上がってんじゃんみたいな。ね、ほら、文面で上がってんだな、みたいな。ああ、ああ、ああ、腰が高いんでしょみたいなことを言うわけね。なぜ前飛ばされたのかって言わないみたいな感じ。基本的に言うと簡単で、自分の体をどこに持っていくか。あと、文面の平行基準。ああ、めげてるなぁ。めげるな、頑張れ、頑張れ、めげるな、ミキ、俺がついてるぞ、大丈夫だぞ。ね。ミキ君、頑張ってます。本当にね、結構ね、頑張ってんですよね。まあ、こういう足のつくぐらいなんでね、安心してこうやって放置、ほっとけるっていうのがあるんですね。んで、実言うとこれ、ファミリーに入ってますね。毎日音声とか動画が入ってます。だから、頭には結構入ってるんですよ。あとは体にこう、脳みそと体を近づけるだけなんですよ、実言うとね。だから、これはあんまり言ってもしょうがない。だからもう自分で体でそれを覚えて、でフラッシュバックのようにね、こう、ポンポンって映像が入ってきたり、で、音声が入ってくる。あ、この時はこうするんだ。あ、あれの言葉、あの言葉ってどん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 入ってくる。これは練習量が必要なんですよ。うわぁ、頑張ってんな、ミキ君。頑張って、これからも練習。さあ、後でちゃんと教えますから。頑張っていきましょう。